はい、常識をひっくり返す、もう30回目ぐらいになってるのかな。あ、前回に引き続きですね、参議院選挙、東京選挙区への、まあ、出馬予定とか立候補予定について、どうしてその心境についてや分析なんですが、まあ、あの選挙わからない人にもう一度ですね、最初からというか一からやりますとね、参議院選挙っていうのは、まあ、東京選挙区をちょっと絞っていきますと6に通ります、上から6番目まで当選しますよということです。で、大体立候補する人が前回で20人、前々回で24人という人数の人が立候補しています。で、一番たくさん票を取っているのが蓮舫さん、民主党のね、171万飛び734票、一番取ってない人、6年前ね、ちなみに一番取ってない人が、あかつき新党という坂明俊さん、1816票です。で、全体でどれだけいるかって、1000飛び62万飛び500飛び8名の有権者がいて、選挙に行った方が620万人で、有効投票数が、600飛び9万いくらで、これなんとね、無効票、いわゆる白紙とか何書いてるかわからないっていう票がね、なんとね13万6370票、全体に割り当てると 2.24% です。それぐらい無効票があります。それは前回3年前の時も同じぐらいありますがね、無効票が13万ぐらいあります。で、無所属の方が結構出てますね。無所属とか、いわゆるその無所属じゃないけど聞いたことないようなその政治団体があります。だから無所属の方が1人2人石原さん、田中さん、小川さん、そしてスマイル党のマック赤坂さん、松本さん、沢田さん、世界経済共同体党の又吉さんで、新党本社の佐野さんね、ここで同じ佐野さん、あと平和党核兵器廃絶平和運動の姫路さんという方で、新党フリーウェイクラブの方で、秋津新党かな、だから何言うんだろう、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 まあ、11名の方が無所属や、まあ、その大松って言ったら失礼ですけども、まあ、聞いたことがあまりないような政治団体から出られて、この方々の得票総数が全部で10万4千です。全体の 1.7% なんですけどね、まあこんな感じ、まあこういう選挙というかね。で、まあ、国民新党の方が、ね、5万3000、新党改革、これ公の政党なんですけど、7万9000、社民党が9万5000、立ち上がる日本が12万、そして、日本創新党が20万、自民党の一番下、まあ、負けた人が29万と、まあ、こんな選挙なんですけどもね、大体50万票、これね、正直わからないです。これ、蓮舫さんみたいに170万票とか取っちゃう人がいると、どこがラインかって分かりませんが、前回は65万票で当選で55万票で落選と、前回というか6年前ですね、1個前の前回3年前は、丸川珠代さんでね、あのテレビ朝日の女子アナがトップで100万飛び6万票で、公明党の山口代表が79万、共産党の平吉子さんが70万、山本太郎さんが66万、そして武見さんという自民党の方が61万で、民主党の鈴木寛さんが55万票で落選ということで、まあそういう意味では2回連続当選ラインは60万票と言えるところなんですが、まあ、今回4人、1人定数が増えるということもあって、で上5人が結構持っていくので、ひょっとしたら6番目の人が予想外に30万票とかっていう可能性もあるんですね。30万、40万と。まあまあ、そんな選挙です。で、もっとまあ細かく言うとね、民主党の人が2人出るんですよ。前回2人、蓮舫さんと小川さん当選してるから。で、ぶっちゃけ2人出たらきついです。6年前の2人が。だって前回民主党の人2人出て、2人とも落ちてるんですね。民主党は鈴木寛さんに統一したかったんだけど、大河原雅子さんっていう人も出たいということで、民主党の公認じゃなかったけど2人出たから、55万票と24、まあ、3万票で2人足せばね78万票あって、
3位とか4位に入れたんですけども、まあやっぱりお互いが出たいとなって共倒れしたのが3年前。で今回も蓮舫さんはもうめちゃくちゃ強いので、多分史上最強の票を取ってると思うんです。過去日本の多分戦後っていうか、まあ歴史で一番たくさん票を取った人だと思うんですけど、やっぱりこの蓮舫さんはなんだかんだ言って僕は強いと思います。で小川さんはかなり厳しいと思いますから、民主党は2人出すんです。厳しくても2人出します。で自民党も2人出すでしょう。で自民党は2人行くと思います。で公明党と共産党はもう安全策して1人ずつしか出さないんですね。でそのために民主党が2人出すために1つ枠が空く、確実に空くと思うと。で民主党、自民党、公明党、共産党が行ってですね、まあ、ここがそれぞれ、自民党以外はまあ1枠取って、自民党が2枠取って、ゴーってなると、じゃああとどこがあるのってなってくるんですね。でこれまでは維新であるとか、みんなの党っていうのがあったんですけど、3年前まで。これなくなっちゃったんですね。で大阪維新は東京ではさすがにきついでしょ。大阪維新で、しかも維新がね、もうすっかり自民党の、その同じ政策を言い出してるんで、まあ、NHK 問題で言えば NHK の予算をですね、大阪維新は去年反対だったんですけどね、維新の時は大阪維新になった途端 NHK の予算賛成って言ってるんですよ。8年前にね、橋本さんが知事になった時こんなこと言ったんですよ。何もしなくてもお金が入ってくる組織って本当ダメですね、大嫌いだったんですね、橋本徹さん。 NHK 皆さん覚えてますかね。橋本徹さんは NHK には出演しないって言ったんですよ。ニュースは仕方ないんですと。知事として府民に伝えるべきそういうストレートニュースね、そういうものに対しては出演せざるを得ないというかね、インタビュー取材とかそういうのは出るけども、 NHK の報道特番、 NHK のいわゆる特別番組には出ないとまで言ってたんですよ。8年前、たった8年前ですよ。 NHK の体質なんて変わってないでしょ。もっと悪くなってませんか、8年前と比べたら。 ところが去年維新の党だった時には NHK のその下請け会社がね、不適切な、まあ、いわゆるお金使いすぎだとか、全然改革がされてないということで、反対だったんです、維新の党はね。で今回のいわゆる3月、昨日ですね、3月31日というか、まあ、3月27日に行われた衆議院総務委員会、3月30日に行われた参議院総務委員会で NHK の予算審議したんですけども、去年と今年ではもう全く違います。もう去年はね、もみーさんのタクシーハイヤーの使い方云々で、そんな犯罪性なんて全くなかった不祥事なんですよ。理事たちからね、一昨年は理事たちから白紙の辞表を取ったとか、こうもみー勝人さんという会長の個人属人的な問題だったんですけども、今回はその下請け会社がもう散々不正経理をしてですね、その不正経理をチェックするための弁護士を雇ったり、外部監査を雇って1億円も使って NHK の下請け会社に不正がないかチェックをした。1億円も使ってね、5000万円でも高いって言われたのが、もう5000万円、弁護士に5000万払ってそれが高いって言われてたのが、別の監査法人にも5000万円使ってそれも高いと。でさらにその監査結果が全然反映されてないというか、もうザルだったわけですね。空出張が一件見つかり、あの2億円ものね、キックバックというか、その横領事件があって、500万円の横領事件もあって、でまあ、この関連会社に対してのお金を払ったことや、関連会社の犯罪が全然止まらなかったことや、まあ、危険ドラッグ、まあ、これは仕方ない、あのアナウンサーの中にもそういうね、 NHK のだけの問題じゃないから、 NHK だからできる犯罪じゃないんで、アナウンサーのまあ薬物使用は別にしてもね、その渋谷の NHK の周りの土地をね、全然経営委員会に諮らずに黙って買おうとしたとかね、あとタクシーチケットの、ね、不正使用、記者3人によるタクシーチケットの不正使用とか、まあ、このように今年に関しては犯罪が特に1月ぐらいから目白押しだったんです、去年の12月からね。でこんな中で大阪維新が NHK の予算賛成なんですね。賛成討論もしないですわ。誰が出たか、じゃ片山虎之助さんが衆議院、あの参議院は出てたんですけどね、片山虎之助さんの息子って NHK の社会部の記者なんですよね。で NHK 辞めて今回兵庫県の方からね、選挙出るようなんですが、いや僕ね、こう片山虎之助さんはやっぱちょっとけしからんなと思って、まあまあね、まあ仕方ないんですけどね、まあいずれにしても
何を話してたかなんですけど、まあ、大阪維新もどうやってももう、まあ、ある意味うちの党とははっきりと対立軸ができてしまったので NHK 問題大阪維新はやらないとなっているので、まあ、ここは大阪維新ともしっかりとそこは対立軸を出せるなと、まあ、対立軸っていうほど向こうはねそんな思ってないでしょうけど、でよく聞かれるんですよね、政治って右なのか左なのかとか、その考えをね提案していくべきだ、有権者に政治家や政党は政策を提案しなきゃいけないってことがあるんですけど、いやもうそれはもう全然違うと思います、全く違うと思います、もう全然逆、それは有権者の方から提案してもらってそれを政治家が国会議員、まあ、国会にいわゆる政治の場に持っていってやることでしょ、問題として解決していくことでしょ、当然ねそんなの市民や国民の方からその先を見るようなことが上がってこないから、自分たちが政治家が考えて、国民を引っ張っていかないといけないんだという考えを全面的には否定しませんけども、あまりにも自分たちの考えを押し付ける人たちが多すぎるから選挙に行かないんじゃないんですかねって思います。国民の多くはこう NHK の金なんとかしてくれよって思ってますよ、こんなの毎日電話に全員に納得できるほどまで話してたら僕24時間で絶対足らないんですよ。ワンセグ買いました、ワンセグじゃない、今日もねスマホ買いましたで、18歳の子がね NHK の人かけてスマホ、今度は NHK スマホワンセグ系の機能ありませんと、なんかアプリをダウンロードしてさらに何か別のね別売りのものをなんかつけないと映らないようにしてるそうなんでなってるんです。それでも NHK は契約しろって言って契約しちゃったと、もうたまらんわけですよね、こんなのテレビも見ない、 NHK も見ないところはテレビも見れないのに金払えと言われて契約させられて、これもどうしようもできないですよ、本人が裁判する気にならないと、なったとしても勝てるかどうかもわからんのですよ。でこの NHK の問題をやる党がどこも未だないんですよね。そこがね、で先ほどまあ僕もちょっと金油でいろと言ってましたけどね、僕 NHK の問題をやる党が全くないっていうのもね、自分たちの考えに引っ張り込みたい人はいっぱいいるんですよ。 NHK というその報道機関を自分たちの政党とか政策に都合のいいように放送を変えようとする人たちはいますよ。例えばもみさんが辞めたら民進党は NHK の予算多分賛成するでしょうね、もみさんが嫌いだから。でまあもみさんを送り込んだら、まあ、安倍さん自民党だから、もう なんかねそう、僕はだからもう NHK が何の放送してももうどうでもいいんです、そんなのは。ただ NHK が嫌い、こんなところに金払いたくない、見てない、関心がない、そういう人たちを守りたいだけなんです。でそうするとそういう人守ってそういう人たちがいっぱいいるんですよ、特に若い人たちに、選挙に行かない人たちに、そういう人がむちゃくちゃ多いんですよ。 NHK 払ってない、払いたくない、おかしな組織システムだって。なんでそんなこんなシステムが残っても NHK の受信料制度ってどう、なぜこんなのがあるのって言ったら、皆さんが選挙に行かないからですよ。どうしてもおじいちゃんおばあちゃんが NHK 好きな人たちがまだまだ多くて、その人たちから票をもらってるからですよって言うと結構理解してもらえるんですよね。だから僕はそのねビラもこう配らないですよ、この NHK から、国民この NHK 撃退シール、ビラは配るものじゃなくて受け取りに来るもんだと思ってます。これから東京のね、例えば渋谷、新宿、池袋、新橋、例えば新小岩、いろいろとありますよ、例えば蒲田とかね、船橋よりももっともっと人がたくさんいるような駅があって、そこで配りますけど、こんなの配ってたら追いつかないです。受け欲しい人にお渡ししていく、 NHK が来なくなるシールと NHK 受信料配りする方法を書いたチラシを配り、 そこで初めて変わってくるのかなってちょっと期待をしてるんですけどね、まあ、期待っていうか本当に欲しい人がたくさんいるんですよ。どうしていいかわからない、その人たち、いやいや NHK から国民を守ると応援していただければ、少なくとも NHK 問題あります、じゃあ他のことはってよく言われるんです。それは他のことはどうするんですかって聞いてくる人はどっかの党の人なんですよ。どっかの政策を応援してる人なんですよ。意味わかります？
要は国民の半分は選挙行かないんですよ。で半分は行くから、半分はまあ行くんです。その半分の中で自民党を応援している人が、その行く人の中のまあどうでしょう、3分の1ぐらいいるのかな。公明党の応援している人が5人に1人ぐらいいて、民主党応援している人が、まあ、民進党応援している人がまあ5人のうち1人ぐらいいて、ってそういう比率なんですね。共産党応援している人がで半分は行かないんですよ。ね、行かない人は政治はどうでもいいって本当思ってるんですよ。諦めてる。でもう一つ、どうでもいいっていうのは、ね、これ悪い意味じゃないですか。どうでもいいっていうのはもう、平和やん、平和でしょって。政治なんて難しいことをやらなくても頭のいい人たちに任しとけばいいんだ。自分が投票して変に崩すよりもね、頭のいい人たちが選んだ人が政治家をしていれば、今自分たちが平和だから、食べ物にも困らない、ね、もう、ね、病気になっても救急車が来る。この日本というのは素晴らしい国で、投票率が低いというか選挙に行かない人が少ないということは実はすごくすごく幸せなことなんですよ。でも その幸せなことを望んでいる人が実は半分いるんです。支持政党なし党って、ね、政党佐藤佐野さんが作って頑張っていらっしゃいますけども、選挙に行く人が半分、行かない人が半分で、行かない人のほとんどはこれから先この国を担っていく若者たちが特に多いんですよね。でこれが一番の多数派なんですよ皆さん。これ自民党は言っても国民の6分の1ぐらいなんです。自民党を応援してる人たちはね、だって自民党に票を多分どれぐらいだったかな、多分1600万票ぐらいだったと思いますよ、前回の選挙 その比例代表で自由民主党って書いた人がね。1億人ちょうど、だいたい有権者1億人ですから 16% ぐらいだったと思います。公明党が 8% ぐらい、800万人ぐらいで、共産党もそれに近い、民主党が10分の1ぐらいかな、 10% ぐらい。でそうすると実は一番この国 その支持が多いというか、多くの有権者はどっちでもええよと思ってるんです。ただそのどっちでもええ人が特に NHK のお金払ってないので、この人たちの意見、まあ、当然ね、選挙に行く人の中にも NHK 払ってない人むちゃくちゃおるんですよ。いるんです。これはもう右左、保守とか革新とかリベラルも関係なくいるんですよ。でもこの人たちは NHK 払わないと言っても、それがメインの政策じゃないんですよ。あら、日本を元気にするね、今日本の元気じゃない、日本の心の人もそうだし、先ほどお話しした増山玲奈さんもそうだけど、 NHK を一つの全体の政策の一つにしか過ぎないんですよね。もうそんな軽い問題じゃないです、この NHK 問題は。これだけをやるっていうぐらいでいかないと戦えないです。相手は最大の権力マスメディアです。マスメディアですから、テレビですから。僕は NHK でそのテレビというのは核兵器に勝る武器だと教え込まれてきてるわけですね。そのテレビと戦う、その最大の勢力である NHK と戦うのに、 NHK のことを片手間におまけ程度でやりますなんて無理に決まってます。だからそこはやります。 NHK の問題あります。じゃあそれ以外どうするんですか。これはインターネットが普及してます。皆さんからしっかり、これはね、佐野さんにパクっただろうっていうか、パクるじゃないかって言われたらそこまでですけどね、新政党なしのネットでやりましょうよ。 TPP 僕には分かりません。こんなの TPP やってね、得する人と損する人いるでしょ、当たり前のように。どっちが多いのか分からないので、 TPP 賛成ですか反対ですか、皆さんに聞きますよ。で多い人の方に行きます。賛成が多ければ賛成の方に、ね、席立ちますよ。反対だと反対します。分からないから。外国人参政権、賛成ですか反対ですか、分かりません。皆さんのネットでその皆さんに お伺いして、多い方に僕一票投じます。他にもいっぱいありますよ。安全、やる共産党が言うところの戦争法案、自民党の言うところの安全保障法案ね、分からないですよ。どっちが正しいのか、いわゆる抑止力がいいのか、全く武装せずにね、平和平和って言ったらいいのか、もう分かりません。僕には分かりません。これもう全部皆さん聞きますよ。いっぱいあるでしょ他にも。だって全員がこっちがいいっていうことはそんな争いにならないから。犯罪者を刑務所に入れましょうってみんなが納得してるんです、ほぼ全ての人が。だからどこも政策にならないでしょ。こっちがいいこっちがいいって、そのね、お互いが優先順位上げてくれっていうものがぶつかり合って、政党同士が
国民の半分が行ってる選挙、こっちの選挙に行くチームで争ってるんですよ。で、選挙に行かない半分の人たちはもう正直こっちに争うのがどうでもいいんですよ。ただどうでもいいかもしれないけど、全く選挙に対して政治に対して無関心かとかないもんじゃなくて、やっぱり自分が参加できる、こっちは賛成だけど、自民党の経済政策は好きだけど、その外交政策ねは嫌っていっぱいいるでしょ。自民党の経済政策によってたくさん株で儲けた、でも安全保障に関しては自民党を支援したくない、そんな山ほどいるじゃないですか。逆も当然ありですよね。だからそういう人たちの意見を聞いていくには、やっぱりその直接民主主義を、今はっていうか、僕はこれだけインターネットが普及している以上はね、佐野さんの本当にパクリで申し訳ないんですが、政治家っていうのは議決権を行使する皆さんに最終的には多数決を取って、その多数決に基づいて議決権を行使するっていうのが今一番求められてる政治手法なんじゃないかなと思いますし、正直ね、本当わからないです。今日もね、その船橋市の臨時会が開かれて、子どもの、その、まあ、いわゆる日本死ねっていうあのブログの問題から、いわゆる幼稚園保育所のですね、待機児童を減らせと緊急に内閣府から、まあ、自民党からね、こう昨日文書が来て、今日中に条例を改正しろみたいな状態で、まあ、半日かけて、まあ、半日って言ってもまあ4時間ぐらいですか、議論審議をして、条例をね、承認して、新しい、まあ、改正条例を、まあ、僕も賛成をして作ったんですけども、こんなのね、わからないですわ。この無責任になると言われるかも分かりませんけど、その無理ですよ。僕だって24時間しかなくてね、寝なきゃいけないし、裁判資料も作らなきゃいけないし、ね、悩みの相談電話も聞かなきゃいけないし、他のことなんて勉強してられないですよ。NHK だったら NHK の専門で行かないと無理なんですね。でそれ以外のことについては分からないし、実際勉強しても答えなんか出ないですよ。というのは、それは子どもは親が育てるべきだという考えの人もいるし、その本当に待機児童がどれだけいるのかって言ったときに、僕もね、ぶっちゃけその子どもを預けてパチンコしたりとか男と不倫したりしてるお母さんも知ってるから、全員がそうじゃないの、当たり前ですよ、全然そうじゃないけども、本当に保育を必要としてるお母さんっていうか親御さんがどれぐらいいるのかっていうのも正確につかむこともできないでしょうしね、もう答えがないんですよ。で、答えのない問題に答えを出していくっていうのは非常に難しいですし、不可能だと思ってます。一人の政治家が全部なんか無理だし、で勉強したってその出した答えに対して必ず文句言われますから。それはもうね、例えば今保育園の保育士さんの給料を上げたらね、例えば2000円にしますよ、今時給1000円を1500円に変えて、それでも集まらなきゃ例えば3000円にしますよ、もし保母さんのね時給3000円にしたら、今度水商売の店長さんとかの文句言ってくるかも分からないです。他の業種から水商売だけじゃなくて、ウェイトレスさんとかね、マクドナルドのとかね、いろんなとこから、だってそんなに保母さんがねお金くれるんだったら仕事変えるじゃないですか。こっちでそんな3000も出さない、こっちも出せよってこうなってくるから、正解なんかないんですよ。僕政治に正解はないと思います。正解はないけども、できるだけ争いが減るような方向性に持っていくことは当然大事なことなんでね、正解がないから頑張ってそれをやっていく。でその正解の求め方っていうのは、できるだけネットで皆さんからこれは賛成ですか反対ですかというのを聞いていってですね、皆さんからの、まあ、多数決によってそれをこう、まあもちろんね、ただ多数決をするのはこれはもう先入観があってですね、ダメだと思ってます。例えばこういう話があるんですね。裁判員裁判で今裁判官っていうかね、裁判員をさせられる方、嫌でもね法律でさせられる方がいるんです。やる前ってね、ほとんど嫌がるんですね。私にはそんな殺人犯を裁くことなんて無理です、僕は嫌ですって言うんですけど、これね、実際裁判員裁判をね経験した方はやってよかった、 80% から 90% ぐらいかな、いいって言うそうです。で本当にね、
上辺だけ見てるとまあ食わず嫌いっていうかそういうのあるんでしょうけど、やっぱりある程度ね情報を知れば判断できると思います。まあ、僕もこうやって一応議員ですから、やっぱり船橋市の市役所の人がねいろんなものを上呈してきます。駐輪場の問題とかゴミの問題とか道路の問題、トイレの学校のトイレの問題が出てきます。最初は分かりませんよ、どっちが賛成か反対か。でも話をやっぱ聞いていけばね、あこれは賛成しなきゃいけないな、これはここをちょっと注文というか質問して、質問すればね返ってきますから答えが、理解で納得できれば当然賛成だし、逆の場合だと反対しないかなきゃいけないです。だからしっかりとその判断する材料を提供した上で最終的に皆さん賛成ですか反対ですかという件をまあ投じていただいて、それの多い方に議決権を行使していく、まあそういうちょっと今政党というか選挙のやり方、まあ、政治のやり方ですね、できなかったんですよこれ昔はね。インターネットが普及したから今アンケートだった、ニコ生のアンケート機能なんて最近でしょ、これはまあ FC2 でもそうですけど、このようなアンケート機能がやる双方向で皆さんと瞬時に、やり取りができるなんていうのはまだこの 2,3 年でしょうからね、遠くても 4,5 年かな、そういうインターネットの普及によってできるようになったわけですから、ちょっとね直接選挙っていうかね、皆さんの国民の声をしっかりと拾ってやっていく政治家も政治家とか政党が必要だろうな、まあ、これ日本の心日本を元気にすると会もそういうことを言ってるそうですし、これはね本当にねこれを編み出した佐野さんからするとパクリだとしか言われないんですけど、いやこれはねパクりましょうよ、いいものはパクったらいいんです、別にこれは特許権じゃないから、政治のやり方ですか手法ですから、そういう人たちが本来は集まるべきだろうし、本当に国民の声を聞くっていうことであればね、政党の方から政治家の方からこうでしょ、この意見に賛成の人は私に、一票入れてくださいとかそういうんじゃなくて、皆さんの意見を聞くという人に投じてみるのがちょっと今の、まあ、トレンドなのかなという気はします。特にみんなの党がなくなって、維新もこういう状況でね大阪維新になっちゃったというような状況で、本当に次の選挙どこに入れていいかわからない、いわゆる支持政党をお持ちじゃない方はそういう状況の中でですね、新しい選択を提供していくことも大事だろうと思いますし、まあもう何よりもね、もうそんなことよりもとにかく NHK 問題は国でやるしかないと思ってますから、まだですかね時間もしあります、3分あります、はい、とにかくやっぱりねその船橋でやっててもですね、船橋市民のみということになりますし、本当にね、まさかね僕が当選して大橋くんが当選するっていうのはちょっと正直まさかなんですよ。船橋の当選選挙って60万人人がいて50万人の有権者がいるので、そこから2000票っていうのは十分僕も予想できて、僕が当選するのはある程度想定できたんですが、朝霞市という人口が10万人しかいなくてですね、投票した人が3万5000人です。投票率が人口とか有権者が10万人で投票した人が3万5000人しかいないです。3万5000人しかいないところで1278票取ってるんでね大橋君ね、これやっぱすごいことです。これざっくりとね、大橋くんの選挙って実は僕の船橋の選挙って73人立候補したので73人から1人を選ぶってなるので、あんまり比較にならないんですけど、次の参議院選挙って大体28人、大橋くんのとこ選挙28人立候補してるんですけど、大体28人ぐらい立候補すると見込まれてます。ちょうどね大橋くんの朝霞の候補者と次の参議院議員の東京選挙区の立候補者数大体イコールになるんですよ。で3万5000票の中から1200票取ってるとなると大体27分か28分の1ぐらい取ってることになるんですね。大橋君選挙に行った人の、まあ、27人とか28人に1人入れてもらってることになって、でそれぐらい入ると参議院でも20万票ぐらい取れるような計算になるんですよ、ざっくりとやるとね。でこれねたった 35% の投票率なんで、ほとんど不動票の人行ってません。
支持政党がない人は市議会議員選挙なんかまあ行かないと、なんかというか市議会選挙行かないんですよ。そんな中で大橋君が1278取ったってすごいことで、残り今朝霞だったらあと 15% の人が投票に行ったら結構この規制政党じゃないところに入りますから、まあ、そういうところも含めてまあ面白いなと、まあ、思ってますが、まあここはね、やっていくしかないというかね、面白い、選挙や面白い政治と。でもね、今からね想像するとね楽しいなと思うことが一つあって、うちのこのビラとシールねすごいんすよね。これ大東で配ってても大体まあ3人から5人に1人ぐらい、もう正確にカウントしてないですけど、まあでも10人に1人ってレベルじゃないです。3人に1人とか5人に1人のペースで受け取ってくれるんですよ。大東の隅の堂なんてそんな人いないです。1日の乗降客は多分5万とかそんなんですよ。そこでも1日1200万はけるんですよ。1200もっといったかな、1200とかはけるんですね。これが新宿とか渋谷で巻くと行き来してる人が10倍ぐらいいるわけですよ。1日1万枚以上はける、結構面白いなと。まあまだ東京のそのね渋谷新宿池袋新橋とかそういったところでまだ配ったことがないんですよ。多分殺到しちゃうから怖いぐらい、ちょっとパニックを起こすぐらい、5階よりもうち履けるんでね、まあ、でもそういう非常に人が多いところで NHK から国民を守る党のこの NHK 撃退するビラ配りをしていくことだけでも相当面白いなと今からちょっとワクワクをしているので、ぜひ、まあ、ともね、選挙6月23日からの予定ですけども、当然その前から政治活動でビラ配りシール配りできますので、多くの方に一緒にね、ワクワクドキドキする選挙、ワクワクドキドキする政治活動にご参加いただいて、一緒にその日本を変えていく、政治を変えていく、そういった活動にご協力をいただければなと思って、今回の放送終わります。ありがとうございました。